ご視聴のご縁を賜りありがとうございます。本日は前回に続きまして漢数字を行書で書いていきたいと思います。位置も少し動きをつけて少し浮かすように、もこのまま次の受けて少し動きをつけて、3も同様に1画目から2画目、3画目まで、この間隔を同じにしてください。4目はやや右上がりに、このまま避けて右の方からこのまま下の方の線まで動きをつけます。ここをしっかりと上げてください。5は第1画目からそのまま下がって大きく、7に少し上げてます。このまま6までいきましょう。6は画面跳ねます。跳ねたらここで文字の幅をしっかりと、文字の幅を取ります。そのまま中の方で点を打っていきます。この時にここが上とくっつきすぎないようにしっかりと間を空けてください。7はやや右上がりを強めに、ここは上の線よりかも短く、そして戻る長さに気をつけてください。8はもうほとんど楷書と一緒です。流れに気をつけて。9もやや角度をきつめに強めにして書くと流れが見えやすいでしょう。しっかりと出します。10もこのまま上の角までで、しっかりと下げます。それでは通しで書いていきたいと思います。でしたでしょうか。少しでも参考になれば嬉しく思います。それでは午後からも学業にお仕事にどうぞ皆さん頑張ってください。本日もありがとうございました。